サッカー最強の国、カメルーンだと判明する。ブラジルで黒人意識デーと定められている11月20日に合わせて開始されたゴールデンルーツのキャンペーンにビニシウスが協力。DNA 検査を実施し、自身のルーツがカメルーンのキカール族にあると判明した。ビニシウスは、知らなかったが今ならわかる。とても嬉しいとコメントし、同選手の父親も自分がどこから来たのかを知ることは、私らにとって重要なことなんだ。ブラジル人は自分たちの祖先を知らないことが多いが、私は幸せだ。私たちもカメルーン出身なんだと喜びを口にした。アフリカのレジェンド選手エトーもカメルーンだし強すぎんだろ。最強クラスのフォワード排出国家すぎるカメルーン。ルーツ含めたカメルーン代表めちゃくちゃ強そう。欧州の優秀な黒人とかも集められるだろ。多分最強の国になるな。アフリカのサッカーは詳しくないけどカメルーン自体は強いのか？個人はすごいけど協会が腐敗してて終わってたな。選手個人の能力は高い。アフリカのサッカーはワールドカップベスト16あたりで負けるイメージや。フィジカルで押し切れるけどその辺から組織力高いチームに翻弄されて敗退。エムボマもすごかったよな。こういう DNA 調べたりとかでルーツを探っていくの面白そう。そもそもアフリカ人全員にカメルーンの遺伝子あるんちゃうか。というかナイジェリアの遺伝子とどうちゃうねん。カタールの時もブラジルに勝ってるんだよなカメルーン。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。